海を楽しみ、海を味わい、そして美しい海を守る海と日本プロジェクト in 山梨。忍野村にある森の中の水族館にやってきました。どうでしょう、この大きな水槽。魚たちを内側からも外側からも楽しむことができるんです。今日はここで行われている貝殻工作体験の様子をお伝えします。この貝殻工作体験は森の中の水族館が毎週日曜日に開催しています。ホタテやアワビなど大きさ形いろいろな貝殻を組み合わせ魚や生き物を作ります。そうですね、やっぱり山梨県は海に面していないのでなかなか貝に触る機会とかも少ないかなって思うので単純に楽しんでもらいたいという気持ちでやっております。この日も県内外から多くの子どもたちが集まりオリジナルの作品を作ろうと真剣な表情で取り組んでいました。今日は何を作るの？亀です。どんな亀作りたい？なんかちょっと面白いラッコ。どうしてラッコさんにしたの？可愛かったから。亀を作ろうとしてます。このさ、お顔のさ部分についてるのは、何？わかんないけど、なんか口かな？口は後ろか。出来上がった作品は独創的なものばかり。みんな頑張ったね。ここ忍野村は名水の里。スタッフの皆さんは綺麗な水を守るという強い思いで日々仕事に取り組んでいます。やっぱり環境を考えるのが一番大切だと思います。やっぱり山とか私も採集や調査で登ったりするんですけどやっぱりゴミとかも落ちてたりしますのでそういうのを持ち帰るっていうのも一つしなきゃいけないものなのかなと思います。私も海への思いを込めながら作品を作ってみましたよ。広い海を優雅に泳ぐクジラをイメージして作りました。この大胆に潮を吹き上げているところがポイントですよ。皆さん、海を感じていただけましたでしょうか？